さーて寝ようかな。バイト掛け持ちし始めたもんね。うん、りっくんも掛け持ちし始めたし、私も頑張らんと。あんまり無理しないでね。ありがとう。じゃあ寝るね。あ、最後にちょっと聞いてほしい話があってさ。何？寝る準備しながらでいい？もちろん、大した話じゃないから。歌と俺って小さい頃から一緒にいて、よくいろんなところで遊んだじゃん。俺はどっちかというとレゴとか積み木がすごい好きだったんだけど、昔は歌の方がやんちゃというか好奇心がすごくてさ、とにかく公園で遊ぼうって感じだったよね。近くの公園の遊具で遊んでたら、歌がちょっと高いところから落ちちゃってさ、びっくりして駆け寄ったら泣くのすごい我慢してたんだよね。なんか俺の前では泣きたくないのか、蛇口の方まで膝洗いに一人で行ったら帰ってこなくてさ、心配だったからしばらくして様子見に行ったら泣いてて、あれって俺に泣き顔見られたくなくて我慢してたのかな。俺のクラスの後ろのドアのところで待っててさ、放課後俺に遊ばせないでそのまま一緒に帰って家でお絵かきとかやらされて、そんな育ち方したから俺ってこれといった運動もできないし冴えない感じに育っちゃったのかなって。俺も小さかったしさ、歌はなんか落ち着いてたよね。あの年でいきなり見ず知らずの環境に行くって不安なのにさ、あの時結構大変じゃなかった？いや聞くまでもないよね、絶対不安だったと思う。なんだかんだ言って歌がいない生活にも慣れてきた時にさ、どうしても歌と話したくてさ。あれ？てか寝てない？まだ話終わってないんだけど。頭大丈夫か？え？